昨日午後、宮崎市熊野の主計場で鶏およそ20羽が死んでいると通報があり、遺伝子検査の結果、高病原性の可能性が高い鳥インフルエンザウイルスが確認されました。県は今日午前7時からこの主計場で飼われている鶏およそ3万4千羽の殺処分を始めました。県によりますと、移動や搬出が制限される半径10キロ以内には7農場およそ5万9千羽が飼育されています。一方、県内3例目から5例目となった3カ所で鳥インフルエンザが発生した都城市と小林市では、感染が拡大していないかを調査する正常性確認検査が今朝から始まりました。検査で陰性が確認されれば、最短で今月23日に半径10キロ以内の搬出制限区域が解除される予定です。